こんばんは、バンビです、オープンマイクということで、太宰というテーマは関係なくしていつも EGPT で、スピリチュアルトークを話してます。で、今、ネットでも本屋さん書店でも並んでると思うんですけども、アセンションの話が2012年の12月の冬至の時に地球が次元上昇するということを今その情報というのはたくさん流れてまして、でその時にもう人類が滅亡じゃないかとかいろんなこと、それは科学では実証できないとか否定肯定あまりにもたくさんの情報が流れています。そこで私なり の, 受け止め方ということで今日は話したいと思います。まずアセンションという言葉自体がですね、これキリスト教から出てるんですね。キリストの昇天という意味でもあり、また死を意味するわけです。アセンション自体が次元上昇ということなので、それというのはまずこの地球で生きていて肉体をなくして魂だけの世界に行くというのは別の次元に行くということで、次元上昇という意味でもあるわけです。で2012年にその地球も5次元、地球自体が次元上昇しますよと言って、人類も上昇しますよと、今回は肉体をなくすのではなく肉体を持ったまま人類も次元上昇しましょうということなんですね。でそれは簡単に言ってしまえば意識が変わるということでもあり、で意識が変わるということは人間の細胞遺伝子にも影響を受けて、まず肉体自体が非常に高次元の体になるであろうと言われています。そしてその2012年に向かって今いろんなことが起きています。で科学的にね言いますと、まず、2012年というのは地球の三叉運動がありまして、地球というのも自転してまして、またそこを公転もしてるんですけども、自転してるということはコマと一緒で軸が触れるんですね。その軸が軸の位置が変わるのが2万6000年かけて1回転すると言われて、それが2012年で1回転の終わりとも言われてますし、大きな天の川銀河というのに太陽系の惑星がこの辺の位置にあるわけです。太陽も公転してます。自転公転、地球もそうです。そしてまたその銀河の周りをまた回ってるわけですね。天の川銀河という私たちが存在する大きな銀河の周りを。で、それは多分2億6000万年かけて回ってるんじゃないかと。で、その最後のところと、その最初運動の最後のところが、合致してるんではないかと。それゆえに、今宇宙にもいろんな、変化が起きてます。で、いわゆる温暖化の原因は CO2 と言われてますが、実際は CO2 の影響は 20% です。あと 80% は太陽の影響です。インターネットとか調べてもらうとわかるんですが、今現在、太陽の黒点が昨年より消えてます。消失してます。これは太陽が不活発化してるわけで、もしかしたら消費のガスが来るのではないかと、学者たちもその辺を言ってます。そうすると、今温暖化と言われてますが、しばらくは寒冷化が進み、その後、太陽の活発化するのが、有事年周期と言われると、ちょうど2012年あたりに当たります。その時に、フレアの爆発があって、太陽嵐もあるんではないかとか、あと天候も不順ですし、地震の影響もあって、地球に何らかの自然現象がたくさんあるのではないかと言われてます。それに影響してか、今地球でも、金融危機とか、いろんな、現象が出てまして、で、それがまた太陽の影響もあるわけです。太陽黒点説っていうのがあって、それが太陽が活発化すると経済も活発化するという説も出している学者がいるわけです。で、今活発化してますんで、非常に経済が金融危機とか、いろんなことを言われてます。